はい、どうも石原です。アマゾンのブラックフライデー来ましたね、皆さん。僕もね、いくつかピックアップしてまして、今後はね、Vlog チャンネルの方でいろいろご紹介していこうと思っております。で、早速ね、ブラックフライデー、僕が厳選したものをご紹介しつつ、お買い得なものをね、今から皆さんにご紹介していきますので、ぜひね、ピックアップして、概要欄にリンク貼っていますので、直接ね、Amazon のページに飛んでもいいですし、ちょっとリンクを踏みたくない方は、ぜひね、Amazon に直接行きまして、検索していただければと思います。では、早速行ってみましょう。ということで、ブラックフライデー来ております。まずね、この、ポイントアップキャンペーンっていうものをね、絶対エントリーのクリックをよろしくお願いします。こうすることによって、で、ポイントアップの方法がありますね。プライム会員なら 2%。そして、Amazon ショッピングアプリに飛ぶと 3%。で、Amazon のマスターカードで 1% というのをお得にできますので、ぜひね、こちら利用していただければと思います。さあ、そしてまずね、皆さんにね、この Amazon ブラックフライデーを楽しむ前に、ちょっとね、ポイント2つありまして、この Kindle Unlimited 読み放題サービスがなんと3ヶ月無料でご利用できる。これね、期間終了後は980円なんですけれども、3ヶ月無料キャンペーンやってますので、ぜひね、Kindle Unlimited、今から12月、1月のね、インプットの時期、ね、冬休みとかね、インプットの時期になりますので、ぜひね、こちらをね、チェックしてください。そして、Audible、聞く読書の方もなんと2ヶ月、無料キャンペーンです。これはね、12月14日までとなっておりますので、ぜひね、そこら辺試してください。はい。では、ということで、まずね、Amazon デバイス、こちらね、めちゃめちゃ安くなっております。本当にね、この僕ね、今回ね、Kindle の電子書籍を読むために、このね、Kindle シリーズ、どれか買おうと思ってるんですよ。で、その中でもちょっとね、ポイント高いのはこちら、Kindle Oasis なんですけれども、見てください。7000円オフでございます。はい。7000円オフでございますよ、皆さん。で、見てください。Kindle、オアシスね、これ新しく発売されたやつなので、発売されてからずーっと来てるわけですけど、はい、ご覧ください。はい。ガッツーン7000円下がりました。今ね、これね、価格の、履歴になるんですけど、ずーっと下がってなかったんですけど、これ見てください。はい、価格がね、7000円下がりました。もうこれもう今が買いです。もう今まさに Kindle Oasis とか Kindle シリーズはね、もうね、買いでございます。このシリーズは、本当に。なので、ぜひね、ちょっとこのいくつか Kindle シリーズ、Kindle Unlimited、さっきね、ご紹介した Unlimited 契約しつつ、こちらも契約してほしいんですけども、この中でもね、その、買うときにちょっと注意してほしいのはここです。Kindle Unlimited なしと、ありがあるんですよ。で、これね、見てください。値段がね、変わりません。Kindle Unlimited なしにしても27,980円。そして、ありにしても27,980円。もう、ありにしましょう。もう、月。この3ヶ月分、月にして、はい、無料キャンペーン中ですけど、これ月にしてね、ぜひ購入してください。僕もね、月にして購入しようと思います。これはね、ボイシーとか僕の Vlog チャンネルの方でもご紹介したいと思います。はい。で、ざっくりまずお伝えしたいのが、ニマソのアクセサリーね、ブラックフライデー、ニマソのアクセサリーが、はい、こんなにもブラックフライデー、このマークがブラックフライデー製ですね。こんなに出ているんですよ。なので iPhone 関連のアクセサリーで、13とか12とかで、そのニマソのクリアケースとかガラスフィルムを狙っている方、今がもう、まさしく買いです。はい。で、加えて、はい、僕がね、最近ご紹介しているケースコーさんもね、もう、セールになってます。このブラックフライデー。このね、セールになっております。なので iPhone 13とか iPhone 12関連、ニマソさん、ケースコーさん、今がもうブラックフライデー、もうちょっとでも安く買える時期なので、ここを逃すと来年の春かな？春にまあセールがあると。なのでぜひね、今回、だから年末じゃなくて、初売りもあると思うんですけど、ここまでね、大セールはないので、ぜひ今回ね、チェックしてみてください。そして iPhone ファン、iPhone を使っていてアクセサリーファンならもう、これ、アンカー製品も見てください。こちら、ブラックフライデーセールになっております。で、こちらのね、中からピックアップして、後でね、注目するね、ご紹介する商品ご紹介しますので、ぜひチェックしたいんですけど、そんな中、僕がね、これは買いかな？買いだよっていうものをね、お伝えしていきたいんですけど、まず AirPods Pro。はい、AirPods Pro が、
27,384 円なんですよ。しかも10連ケース付きなので、2021年モデルでございます。最新のモデル。つまり、マグセーフの充電ケース付きとなります。今までは充電ケース、ライトニング付きのあのコネクタで充電するケースだったんですけど、マグセーフにも対応した充電ケースが AirPods Pro。はい。安くなってます。27,384円と安くなっております。はい。で、見てください。見てください。皆さん、こちらね。はい。こう、ずーっと来てますよね。はい。29,800 円。あ、29,300 円台をずっと来てるんですよ。はい、来ました。ここで3000円安くなっております。今がまさに最安値となっておりますので、ここはね、かなりね、ポイント高いかなと思っておりますので、ぜひチェックしてほしいです。これはね、もう僕ね、過去の動画でもね、1週間ぐらい前から動画でお伝えした通り、AirPods 第3世代か、AirPods Pro Max じゃない、AirPods Pro かっていうところでは、やっぱり僕の最終結論としては AirPods Pro だったので、もうまさに安く買いたいならここも狙い目です。さあ、そして Apple のペンシル第2世代が、はい、13,497 円となっております。見てください。はい。価格ずっと15,000台で来てましたけど、はい、今回ブラックセールで2000円ぐらいがね、安くなっておりますので、もうね、Apple ペンシル買おうか悩んでた方はね、今が買いなのはもう間違いございません。これはね、Apple ペンシル第1世代も同様でございます。はい、ずーっとね、11,000台を来ておりましたら、ガツンと今下がって9,000台。1万円を切る価格になっておりますので、今がまさにね、もう Apple ペンシル。だから、iPad 第8世代と第9世代を持ってる方はもうね、iPad、Apple ペンシル、もうこちら、もう購入した方がいいと思います。もう1万円特選タイムセール中なので、あと5日しかないし、プラス在庫限りになりますので、ここはね、注目ポイントかなと思っております。そして続きましてこちら。これはね、整備済み品となります。はい。整備済み品なんですけども、AirPods。これは第2世代モデルでございますね。が、なんと15,700円となっております。第3世代が2万円超えてます。23,000ぐらいなので、見てください。こう、価格来てますね。来てます。10月中旬にちょっと下がりました。整備済み品。でもずっと18,000台ですが、またここで、はい、3000台になっております。3000オフになっておりますので、これはね、今買っておかないといつ値下がりするかもうわかりませんので、買いかなと思います。はい、そして、シャオミとかシムフリースマホのね、各種お買い得ブラックフライデーやっております。やっぱシャオミ製品僕使ったことないですけど、このね、スマートウォッチなんかはね、むちゃくちゃ安い、この3000台で行われていますのでね、この辺のね、ミーのワイヤレスイヤホン。なので、シムフリー付きのスマホなんかをね、ちょっと見ている方はね、この辺はね、ちょっとね、確認してください。絶対にね、セール品っていうかね、お得なものがございます。で、その中でもね、僕が本当にこれはね、お得だから皆さん買った方がいいよっていうものをご紹介します。まずこれ、アンカーのパワーコア1万パワーデリバリーのね、モデルになっております。これ、3,990 円のものがね、今2,993 円となっております。なんでこれが必要かというと、やっぱり出かけとか外出先に、iPhone だけ持っていくのとかね、iPad もそうなんですけど、やっぱりモバイルバッテリー1個あるだけでだいぶ安心感が違うんです。しかも見てください。はい。2,993 円。ずっとね、3,990 円で来てました。この辺も下がってますけど、まだ3000台でした。今、ここまで3000台かな。で、ここ、2000円台になっております。今がまさにね、もう最安となっておりますので、これは本当に買いかなと。もうアンカーさんのはね、もう安心度合いも違いますので、これは買いかなと思いますので。で、僕がいつもおすすめしております。アンカーマグネティックケーブルホルダー。これね、むちゃくちゃ使いやすいんですよ。僕ももう実際使ってますけど、これめちゃくちゃ使いやすい。僕はね、もうね、多分ね、1800円ぐらいの時に、ん?いくらだったかな ?1700 円か。うん。1700円ぐらいで買った記憶があります。見てください。こう来てますよね。ここでね、ちょっと下がったんですよね。うん。1437円の時に下がりました。で、見てください。今、最安値です。1268円。最安値で来ておりますので、デスク周りのケーブルってね、意外とかさばったりすると思うんですけども、これを一つ持っておくだけでもね、むちゃくちゃ便利なんですよね。本当に。こう見てください。こんな感じで整理できますので、これはめちゃくちゃおすすめでございます。はい。そして、こちら、バッファローのナスね、HD レコーダーなんですけど、これ2テラのモデルなんですけども、これ PS5 とか PS4 でも使えますし、iPhone でも iPad でもこれ使えるんですよ。
もう非常にね、これね、はい、アプリでね、録画予約して、まあ、いつでも再生できるので、テレビっ子なんかにはね、これ絶対おすすめなんですけど、しかもこれ、皆さん、はい、ご覧ください。最新モデルとなっております。最新モデルが安くなっております。見てください。こう来て、倉庫か。これだから新品ここまで来て、はい、安くなっております。3000ぐらいオフになっておりますので、これ、今、買いでございます。はい。そして、こちら、やっぱりね、iPhone とか持ってても、容量の、例えば 128GB モデルとか 256GB モデルを購入してて、写真とか動画を別にこう、やっぱり保存したいという方にはね、USB フラッシュメモリ、これ必要ですよね、本当に。うん。これは絶対に買っておいていいと思いますので、ここね、はい、こうなってます。4iPhone とかね。ぜひね、これね、iPhone でも Android でも使えますので、ぜひちょっとこれ、チェックしてほしいんですけど、価格がね、定価4000円、400円のところが、まあ、ちょっと下がりつつ、価格変動して、今はね、もう3599円となっておりますので、これはね、ちょっとね、買いかなと思います。そして、アンカーのパワーポート3。はい、こちらもね、もう本当にね、1個持っておくだけでも、非常にね、iPhone 使いとしてはね、めちゃめちゃ便利なので、おすすめなんですけども、こちらも価格がね、ここは安かったんですけど、ちょっと値上がりして、2990円台。そして今まさにね、もう1868円。こっちよりもめちゃめちゃ安くなっておりますので、今がまさに、の最安値となっていると思います。はい。そしてこちらね、シンジモールというね、マグセーフ対応のスマホリングスタンドになっております。こんな感じで。はい。スマホのマグセーフに対応した、モデルになっているんですけども、むちゃくちゃこれはね、有効的に使えそうですよね。僕はね、リングをあんまり使ったことないんですけども、このスマホリングってよくね、やっぱりね、必要だっていう人多いので、今パッと見たら安くなってたんで、これちょっと買いかなと。で、ここね、ちょっと値上がりしてたんですけど、今、最安になっております。はい、ということでね、ブラックフライデー、まあ、第1弾と言うべき、今おすすめのものをね、ザクッとご紹介しました。今後もね、石原さんね、まあ YouTube ショートとかでも、今これ買いですよっていうものをね、ちょっとお伝えしようと思っておりますので、今ご紹介したもの全部ね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひね、チェックしてほしいんですけど、リンクを踏みたくない方はね、ぜひね、そのまま Amazon に飛んでもらって検索していただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、第1弾ブラックフライデー皆さんにね、ご紹介していきました。で、僕ね、ボイシーをね、毎日更新しておりまして、今回はね、iPhone 13 Pro が人生を変えた3つのことについてね、ご紹介していますので、ぜひ、僕のね、ボイシーのラジオの方もぜひね、チェックしていただければなと思います。はい、ではまた皆さんにね、お得な情報をご紹介して、またリサーチしていきますので、ぜひ、今後の動画もお楽しみにしていただければなと思います。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございます。はい、ではまた次回の動画で。